皆さんご苦労様でございます。ただいまご紹介いただきました衆議院議員の松原仁であります。今杉江さんのお話に大変に尽きている部分があるわけであります。私もこの間この問題に対しては一昨年のもうちょっと前かな、国土交通委員会でも質問してまいりました。落下物の問題っていうのがあると。で、成田ではご案内のように大きなですね、このパネルが起こったという事実もある。で、またこの梅田の駅にですねタクシーがあってそこのところにも落下物があったという話がある。当然ですね飛行機であります。また整備がきちっとされているかどうかというのはこれはまあ状況の中でありますが、まあ非常にですねそういった危険性もとりわけ海外の飛行機には率直に至るんだろうとこのように思っております。そういった意味において私が言うまでもなく、一つは騒音の問題、圧迫の問題、落下物の問題、また今日この中にはさまざまな不動産を持っている方もいらっしゃるかもしれません。いわゆる資産価値の下落の問題、さまざまな問題がそこには発生をしているわけであります。私はこの問題に関して一貫して何回も国土交通委員会やまた予算委員会の分科会においても質疑をしてまいりました。で、特にですね文書質問、趣旨質問ということで今まで10本以上この羽田問題に関しては十数本出してまいりましたが、その中で私はですね地域の理解を得るというふうに国は言ってるわけでありますが、何をもって地域の理解とするのかということが極めて判然としない。で、実際皆さん地域の皆さん理解をしたでしょうか。できていないわけであります。できていない。で、この地域の理解を何をもってしたというのかと。品川区議会は今年の3月全会派一致して新しい飛行ルートは容認しませんというふうなことを決議も挙げているわけであります。このことも随分と私は文書質問でも議論いたしました。結果としてですね、そこに企業やさまざまな団体も入りますと、町会自治会以外に入りますというのを、国土交通省政府は私に対する答弁書で明らかにしたわけであります。で、このですねことを明らかにしたにもかかわらず、ここで地域の理解を得たとするのはどう考えてもこれはおかしな話であって、全くもって地域の理解を得られていないというのが私は今日における現実だろうというふうに思っております。しかし、これは国はですね強行突破をして現代会に至っているわけであります。この間私も例えば楓田さんや小池晃さんがご都合が悪かったんで、葛西さんなんかと一緒になって何人かで、港区役所を訪問したり、また品川区役所を訪問したりして、区としてもこういった住民の安心を確立するのはその責務ではないかということで随分と議論をしてまいりました。結果としてはこのような状況になったわけであります。今杉江さんがお話になったようなことを含め、今日私は新たに3本の文書質問、趣旨質問を発出をいたしました。この今言ったですねスタビライズとアプローチの問題、そして例えばこの途中にある高層マンションにおいては上空350メートル立って150メートルのマンションだったら上空200メートルになる。で、問題はですねこの間も私は環境省も呼んだんです。国土交通省だけではなくて環境省を呼んで騒音の問題に関して環境省はどういう立場でものを考えているんだと、一日のトータルの騒音で判断するというのは果たして妥当性があるんだろうか、夜はその比率を5倍か6倍にするとかいろいろな計算の尺度があって、それが国際的な基準であるという議論を彼らはしているけれども、現実にそこに住む人間は一回ものすごいどでかい音で目が覚めたり、どでかい音で赤ちゃんが泣いたりした時に、いや平均すればそこまでいってませんよという議論が通用する議論なのか。私はこの間もですねこの
そういったこの杉江さんなんかも一緒の会を持たせてもらった、国交省の幹部にも来てもらった、同時に環境省にも来てもらって、環境省はこういった環境基準の持ち方に関して従来と同じ発想でいいんだろうかと、そもそも従来の発想が国際的にどうだろうと、現実的にそれ合わないんだったら見直すべきだろうと、で環境省がそこで違う判断を示したなら、アセスの問題というのは当然これはですね、再び議論に上がってくると思っております。まあ今杉江さんが言ったような部分の危険性というのは極めて大きいわけで、今回それもですね、質問主意書に杉江さんにもちょっと手直しをしてもらって、私の事務所で質問主意書を出しまして、海外からの飛行士が、例えばですよ、全然練習をしない、そういう機会を与えないでいいんだろうか、ちゃんとですね、文書で我々は型を取っておかなきゃいけない、あとでそんなことありませんでして出られたら困るから、それを取っておきながら、これからさらに私はですね、文書室も、まあ今無所属議員ですから、まあ、会派は会派でありますが、なかなか質問するタイミングというのはないんで、文書で問うということをやってるわけであります。で、私は今日皆様に申し上げたいことは、まあ、この戦いというのはですね、これで飛行機が飛び始めて終わりではないんです。飛行機が飛び始めて多くのこの上空を飛行機を飛ぶ人がですね、こんなはずじゃなかったと、氷の破片が落ちてきたぞと、こんなはずじゃなかったと、渋谷区の人やこのその地域の人が怒る、話し合うやないかと、氷も落ちてきますよ当然、それから冬はね、それから例えばこの段階になってきた時には音が違うぞと、圧迫が違うぞと、朝今6時半ぐらい飛んでますが、あんなもんではないわけだって、あれだってうるさいって人が出てきて、松原さんちょっとうるさいんじゃないと、ちょっと話が違うと思う、いやそんなもんじゃないですよと、やっぱりですね、本気で地域の人が反対してもらわなければ、この議論は我々だけが反対してもですね、なかなか相手の勢いを止めることはできないわけであって、本気で地域の皆様が怒りを持つというところから始まる、ある意味において、まあなかなかですね、実際飛んでしまったらすぐにということにならなくても、飛んだ時からこれはですね、逆に言えば今もうできることは杉江さんなんかを相談して、まあ私の立場から全力で取り組んでいく、これやっております。また街頭でもこのことは訴えてるし、新聞でも全校立も含めてこのことは私は品川区の皆様にやってます。しかし実際にそれでも押し切るならば、飛んでああ終わってしまったじゃない、それからですね、どうやって戦略を組んで、実際の音がうるさい、環境省の取り方もおかしい、こういったことをどういうふうにして私たちが取り組んでいくかという、まあ、知恵を出してのその戦いが始まるんだろうというふうに思っております。今日この会合を主催された関係者の皆さんはここまでも共に戦ってまいりましたが、これからがいよいよ戦いの正念場であるというふうな思いで、これから何を材料にしてどういう議論するか、私は当然ですね、いつどの段階で何を合意したという判断をしたのかというこの質問もですね、質問収集書を提出をしていきたい、発出をしていきたいと思っておりますが、そういった意味ではまあ本当にここまではなかなか申し訳ない、力不足でこうなってしまったが、これからいよいよ実際にこのことが施行された段階から、あ、時間、施行された時間からですね、皆さんと一緒にさらなる団結をして戦っていかなければいけないということを強く、今日はですね、心合わせをさせていただいて、私からのアピールというふうにいたします。共に頑張りましょう。終わります。いただきありがとうございました。力強い本当に支えとなるメッセージをいただきました。ただいまのは立憲民主国民社保無所属フォーラムの会派の松原仁議員でございました。